梅雨だったので、今年はホタルを見に行く機会が増えて、なんだか良かったよ。でも次は今シーズンが来るな。花火、oh
と目を閉じれば、キラリキラリ舞い落ちる花火。センターやから距離感じる？あ、ここに空いてるからリラックスしてきてる。そんな、みんな硬くなって聞いてるから。そんなことないな。ちょっと、行き抜かすわ。行き抜かす。もう疲れた、もう疲れた。うそん、暇な曲で。その選挙で変わったからセンターにおるわけではございませんこれね。なんかそっちすごい熱そうやね。これめっちゃ涼しいけど。こことこことのあの地方差が激しい。客席は大丈夫ですか？大丈夫ですか？寒くない？一人強みたいな。いや湿っぽくて汗かいたわけやね。いやいやいや。立つの？立ちますの？座る？え？中人もね。チューニングをしておりますが、メンバー紹介。オンピアノおなじみヤッコでございます。ヤッコさん、あの最近見てて思うのが、ヤッコさんはいつもあの眠たくて練習中ももう今かとこうあの。あくびをするタイミングを見つけようとしている。でもあくびをしたらもう何ですかね、そこまで我慢した分もう一気にカーッとこういくので、その時の様がちょっと最近横から見てるとあの暴走したエヴァンゲリオンみたいな感じのあのすごいカーッと、あ、しまった、わからない人がいっぱいいるから。わかります、カーッと。あのこちら来た時に歯の検査してくれてるんじゃなくて、奥まで、喉チンコまで全部見える。虫歯ないかな。そうあのすごい あくびをするので、ライブ中もし目撃された方は YouTube にアップしていただきたい。ライブ中は出んでしょ。出ました、さすがに出ます。そしてオンギターまた中年ですが、終わりました。終わりましたか。オンギター広部無事中年終わりました。持ってます。ヒロさんは最近あれですね、あのチラシには芋けんぴが欠かせないって言ってますけど、最近芋けんぴのブーム完全に去ってますね。ちょっと、はい、受け付けなくなって、ここで言うてると、あのここで言うてると、あの差し入れでいただける可能性があるので言うといた方がいいと思う。そんなポテトサラダですとか、そんなポテトサラダめっちゃあれですね、エビフライがおって、ポテトサラダがおって、ハンバーグがおったらもしれない。普通に晩ご飯ですよ。あれですね、その最近は練習前はセンター、あの三宮センター街の1階のとこのマルセンって知ってます？これも知らん人結構多い。あのね、最近できたんすわ、博多ラーメンの安いところ。僕まだ行ったことないですけどね、450円ね、うん、ですよね。最近それ豚骨の匂いをさせながら練習になりますので、そしてボーカル磯島義弘でお送りいたします。よろしくお願いします。